everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。8月22日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのね、今日ね、王子ね、ちょっとね、解体現場にちょっと入りましてね、もうほこりまみれになりましたけども、宮殿に帰ってね、シャワーを浴びたらね、身も心もすっきりしております。滑り王子マスクマンでございます。はい、先日の日曜日は愛知県の豊田市でエイサー祭りがあって、久しぶりになんかこのエイサー祭り がしっかり開催されたのを見て、あーなんかやっぱりいいなっていうのと、あと沖縄そばともずく天ぷらが美味しくて大満足だった味噌煮込みスキーと、そのトヨタ沖縄ふれあいエーサー祭り、おとといなんですけど、私もお邪魔したんですけども、いやこれがですね、暑くてですね、暑かった。トヨタ市っていうところでやったんですけども、はい、その時のトヨタ市の最高気温37度、じゃあまた暑いで、もう腕も足も日焼けしまくりで、思わずですね、水シャワーを浴びたダンサーズでございます。水シャワー、ああそう、あもうお湯が、ね、痛いんですよね、日焼けでね、多分そうね、はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはラーメン。はい、今夜のテーマはラーメンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギドワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは沖縄県大宜味村にありますヤンバルラーメンイギミさんになります。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーまたフリートークで お届けします。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。
名古屋で一番綺麗なシェアハウス。お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。紹介します。はい、お願いします。ヤオンポーさんからね来てるんですけどね、はい、これはですねあの王子にね、叱咤激励のね、メールでございますんで、はい、ダンサーさん、みそにさん、滑りすぎた王子こんばんは。こんばんは。その前に王子、愛知県民に謝ってください。何を、どうしてどうして、どうして、何ですかあの松葉は。愛知県が生んだ言葉の達人でシンガーソングライターの岡村孝子さんの作った曲をあのような歌で滑るなんて。滑ったそう、滑ったねえ、あれでしょ、あの松葉の話でしょ、はい、そう、ね、先週の話ね。まあね、まあヤンポーさんのねリクエストにお答えしてね、はい、私松葉いつまでも待つは。おだまり。今日ちょっと長く言ったよ。おだまり。こんな感じでどうでしょう。おだまり。さて本題のテーマラーメンですが、僕がまだ若い頃に千葉に住んでいたのですが、僕にも行きつけのラーメン屋というか屋台なんですけど、好きな屋台のラーメン屋がありました。しかしその屋台のお店は人気があり、夕方5時に行っても行列なんですよね。しかもその屋台のラーメン屋のメニューは一品のみで勝負していました。ラーメンならラーメンだけってことですね。なので悩まずに済む屋台のラーメン屋さんでした。でもそのラーメン屋さんのおっちゃん、気づいたら高級ベンツを買ってた。わかりやすい。めでたしめでたしということでございます。儲けてますもん。儲けてますね。ね、えそのベンツ見たらね、あの金粉が振ったるラーメンがあるんじゃないかと思いますけどね。そういうわけじゃなかったってことですね。金粉ラーメン聞いたことあります。あるでしょ。ありましたけどね。ヤンポーさんがそれがダメってもうスティーキャスでも、ね、ダメ出しされてます。あれリクエストじゃなかったの。リクエストじゃなかったみたいですね。今日はねあの2フレーズ来ましたんで、いつもより長く行きました。いやいや、それがダメ。地獄を見るわよ。そうなんですか。ありがとうございます。はい、メールいきます。はい、キー名古屋の皆さんこんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございま す。放送201回目おめでとうございます。ありがとうございます。キーウ名古屋の番組が続くことで30分枠から60分枠へと見事進化していきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして番組リスナーの皆さんはもちろん、ゲストを聞き手に回してしまう王子の滑りはもはや続ける、うん、継続することで今や市民権を得てると感じているのは私だけではないでしょう。市民権、あのね、一つね、はい、ちょっとね、お話したいことは、はい、決して私ね、普段のトークね、この、 あの番組内でね、一切滑ってはおりません。なんか今、チーも鈍った音になっちゃった。後からだった？後から今なったけど。こっちで鳴らします。ベルも滑っちゃったよ。で、まさに継続は力なりですね。これからも楽しい番組がいつまでも続いていくことを記念しています。最後に、私の好きなラーメンはシンプルに味噌ラーメンですということです。おー、で今シンプルにって言ったからすごい醤油ラーメンなんだと思って、見てたら味噌ラーメンでした。でもシンプルっていうと、あの醤油、塩、味噌がシンプルのうちに入るんですかね。あ、そういうことか。そうなんだ。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こちらもまあまたいつものごとくね、王子にね、いつものごとくって何、まあなんかね、はい、やってほしいところでございますんで、でダンサーさん、みそさん、マサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。京都出身者にとって
ラーメンといえばこってり、そしてこってりの代名詞といえば天一、天下一品です。沖縄に沖縄そば街道があるように、京都には市内東部を南北に走る白川通りはラーメン街道とも呼ばれ、天下一品の、総本店、白川通りの一乗寺地区にあり、学生時代は総本店の並びにある北白川バッティングセンター、今はありませんで深夜まで遊び、天一のこってりで腹を満たし、比叡山の峠にドリフトしに行き、大学の講義の時間は部屋で寝ている生活をしていましたね。あら、ザ大学生ってやつですね。ところで王子のあれは、伸びきったラーメンのように、船だって本当ですか？あれといえばあれですよ、ね。あのね、シューブリムさんね、カチカチやぞ。あ、なんかお黙り、そんな話じゃなかったみたい。お黙り。あれといえばあれですよ、メンタルだって。メンタルですか？メンタルの話をしてきたのね。王子はもうね、リトルプリンスの話だと思いましたけども、王子滑ってます、なんか違ってたみたいね。だからすぐね、そっちの方向だから早くそれを教えてほしいんだよね。あのまたオチを作るもんだから ね、びっくりしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだちょっとツイキャスとかメールとかありますけれども、CM の後は、はい、またそれ後半に紹介いたします、はい、CM の後は、はい、いぎみさんです。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ、八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。電話ゲストのコーナーです。本日は沖縄県大宜味村にありますヤンバルラーメン伊見さんになります。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。 ご無沙汰しております。こちらこそご無沙汰してます。はい、まずですね、伊見さん、簡単にですね、はい、自己紹介をお願いしてもよろしかったですか？はい、沖縄県の大宜味村塩屋漁港の中で主人と二人でラーメン屋さんをやっております、ヤンバルラーメン伊義美と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずですね、ラーメンのお話をさせていただくんですが
ちょっとそれはですね、はい、後ほどちょっとさせていただきまして、まずですね、はい、あの私すごい聞きたいことがありまして、はい、あのラジオ沖縄で何かあのクイズの勝ち抜きやってるんですよね。そうなんですよ、花花天国 ROK のラジオ沖縄、はい、花花天国さんで、はい、毎週水曜日の、はい、お昼2時、45分ぐらいからですかね、はい、ちょっとクイズに出させていただいています。はい、そのクイズなんですけど、私ごめんなさい、花天がですね時々聞いてるものになっておりましてルールがちょっとあまりよく分かってないので、ルールの方も教えていただいていいですか。はい、ルールは、リスナーさん同士の対決になるんですけれども、はい、ですね、3週勝ち抜きで3,000円、5週勝ち抜きで5,000円、はい、10週勝ち抜きで1万円分のイオンの商品券が当たるっていう、はい、そういう企画になってますね。これ対決っていうのは何かその電話につないでお互いクイズでなんか話し合うようなものなんですか。はい、そうですね、私が応募した時はちょうどカープボーイさんが連勝された後だったんですけど、はい、今ツイキャスの方でも出られてますけど、はい、そうですね、はい、カープボーイさんツイキャスで、はい、めちゃくちゃ強いカープボーイさんの後に、ちょうど私には東村のヒンチ参道さんと対決だったんです、はい、ヒンチ参道さん、ツイキャスで出られてますね。ツイキャスも今出てますね、はい、でなんか3対2でギリギリで勝って、でなんかまたその翌週もROK さんからこのスタッフさんが電話をつないでくださって、まあ、やるっていう形なんです。で、問題を出すのは、はい、MC にやってる友果さんが、はい、竹中友果さんがされるんですけど、はい、問題が分かった時点で自分のその決めた合図を送るんですね。私だったらイギニーとか、はい、ヒンチ参道さんだったらヒンチとかいろいろやって、はい、でその早押しになりますね。でそれで当たっていたら、はい、1点という形で先に3勝した方が勝ちですね。あ、それで勝ち抜いて、でその、はい、賞金というか商品券の方はキャリーオーバーしていくような感じですか。そうですね、はい、はい、そうですね、そういうルールなんですね。で今何週なんですか。はい、今私4勝ギリギリさせてもらって、一応3000分は当たったんですけど、来週もちょっと頑張れ、あ、明日ですね、明日もちょっと頑張りたいなと思って。2時45分ぐらいからなんですね。はい、そうですね、はい。あ、これは聞かなきゃいけないですね。ちょっと具志堅ちょっとやめて聞いてみます。はい、なんか私がその出るきっかけになったのが、はい、そのスタッフさんの方からちょっと最近やる人が少ないということで、はい、カープボーイさんがあまりにも強かったっていうのがあったみたいで、はい、出る方が少なかったので誰かやってくれませんかみたいな案内があって、はい、じゃあちょっとやりますかみたいな。水曜日はちょっと定休日だったので、仕込みの合間だったらできますということで出させてもらったら、気がついたらちょっと買ってしまって、なんかできたらいろんな人に出てほしいみたいで、はい、特に女性が少ないみたいなんですよね。なんかみんな竹中さんと喋りたいみたいで男性みんなそうなんです。ちょうど、はい、ちょうど先ほども、はい、申し上げましたけど、カープボーイさんがツイキャス今出てられまして、はい、やっぱり可愛い声、はい、もう少ししたら家に3に挑戦してみようかな大丈夫かなって入っておりますね。いいですか、いいですか。で、ヒンチヤンドさん、ヒンチサンドさん、ヒンチサンドさん、ヒンチサンドさん、俺リスナー勝ち抜きクイズでイミさんに負けた、ヤンバル代表として1万円獲得してほしいですっていう言葉もございます。で頑張ります、ヤンバル代表で、はい、それに対して進撃のめいちゃん、ヤンポーさん負けたんだって、その傷口にね塩を塗るようなことやめてほしいですね。ということで、私このですね、ラジオ沖縄のこのクイズのことはぜひ聞きたいと思いましたので、はい、ぜひちょっと明日は、はい、ラジオ沖縄ぜひ皆さんお聞きいただければと思います。まあ、今沖の放送は FM 宜野湾なんですけども、はい、はい、たくを応援しちゃいました。宣伝するっていうね。ということでですね、ラーメンのことなんですけど、このラーメンのことについてなんですけど、だいぶ話が変わりました。
今隣の者がですね、はい、いぎみさんに、はい、何度かお邪魔させていただいてますので、そのラーメンのことをお話ししていただきますので、はい、変わります。はい、よろしくお願いします。いきなりの振りやめてもらえませんかね。まずは勝ち抜きおめでとうございます。またラジオの話に戻してる。また明日も頑張ってください。そしてですね、では本題に戻りますね。ラーメン、そうです、塩屋漁港でラーメン屋さんをされているということですね。実際に今おすすめのラーメンありますか？はい、今、まあ、一番人気は、レギュラーメニューの鶏白湯ラーメンなんですけれども、はい、大宜味村というところは、沖縄県はですね、もともと琉球石灰岩というちょっと硬質の固めのお水がメインになってくるんですが、はい、大宜味村だけはちょっとそれがない地域で、川から直接汲んでるダムに溜めないお水を使ってるんですね。そうなんですね。はい、ちょっと水自体がちょっと変わってくるので、うちの主人がもともと東京で豚骨ラーメンのお店してて、こっちにそのままレシピ持ってきたんですけど、はい、同じように作っても全然味が変わってくるんですよ。この鶏白湯が一番おすすめです。ただですね、今限定で出しているアーサと油脂豆腐のラーメンというのがあるんですが、はい、個人的にはお豆腐が苦手とか、アーサ、青さのりですね、海苔の原料となるあれが乗ってるものなんですが、はいはい、苦手でなければ私はそちらをおすすめしたいです。はい、実際に私味は合わせていただきました。邪魔しましたけれども、本当に香りが良くてですね、朝の、そしてお豆腐もね、油脂豆腐もね、優しい味でね、またこのラーメンのイメージでいくと、またちょっとね、新しいラーメンの世界をこう見たような感じがしますね。ありがとうございます。ただ先日台風でしたけれども、大丈夫でしたか？うちの方はおかげさまで、まあ、ちょっと停電ぐらいで済んだんですが、はい、まあ、近所 の、 そのシークワーサー、みかんの柑橘系の一種なんですけど、そちらの農家さんとかはかなりの被害があって、まあ、10本とか全部落ちてしまったりとか、そのお手伝いだったりしたんですけど、かなりその被害が大きいですね。そうなんですね。やっぱりちょっと、なかなかですね、名古屋の方でですね、名古屋というか愛知県というか、もうね、この沖縄県外で、なかなかこの被害のことをね、放送されることがちょっと少なくてですね、実際に商品というかね、野菜類も不足していたとかね、そういったお話も聞いてると、そのあたりも大丈夫でしたでしょうか？そうですね、もうちょっと、お店、まあ、台風の時にちょうど私たちは夏休みをいただいてたんですけども、でそれから再開、再開した後もまだちょっと、今日もちょっと八百屋さん行ったんですが、品物が少なくって、お客様にもネギ増しとかはちょっと今止めてる状態になってますね。これからかなと思っています。そうですね、もう少ししたらちょっとね、またね、野菜類も揃ってきますので、そしたらね、また通常通りに提供できるってことですよね。はい、そうですね。それから少しですね、ちょっと拝見したのは、限定の自家栽培生姜を使用した生姜醤油ラーメンっていうのちょっと気になってるんですけど。あれがですね、実はうち、醤油ラーメンもちょっと作ってみようということで、白湯、基本的な鶏白湯は鶏をこう白濁させた白い湯と書いて白湯なんですが、はい、それの清湯ですね、清湯、清い湯と書いて、もう煮詰めない方の、鶏のメニューも出してみたいと思って作ってみたんですね。で、もともとは生姜はエスノサトさんという大宜味村の、はい、ちょっとなんていうんですかね、障害のある方たちといったらあれなんですけど、はい、はい、でも働ける元気のある方たちが作っている、この季節での生姜を使用してたんですが、今ちょっとその生姜が取れない時期だったので、ストップって言われてずっと。でも家でその生姜を
前から植えてあったものができたので、これで試しに作ってみようって言ってやってみたら、意外にめちゃくちゃ美味しくできたので、ああそうなんです、本当のじゃあ自家栽培ですね本当のはい、そうですね、無農薬、完全無農薬で、はい、やってます。すごいですね、この無農薬のね、今度おうちでっていうか自家栽培したあの生姜でラーメンっていう、はい、またちょっとねいろいろな取り組みをされていて、はい、本当に気になりますね。ぜひまたタイミングが合えばよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、あの、はい、お店の紹介をもう一度お願いいたします。はい、はい、沖縄県のやんばるという地域にあります、はい、大宜味村の塩屋漁港の中で、はい、やんばるラーメンいぎみというお店をやっています。火曜日と水曜日が定休日で、はい、朝19時30分から昼2時まで、ラストオーダーが13時45分となっておりますので、どうぞよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。あのそしてですね、はい、もう一人ラーメン好きな人がいますので、ちょっと変わっていただいてもよろしいでしょうか。はい、王子でございますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの王子もですね、はい、あの今ね、はい、あのみそちゃんがご紹介ありましたそのね生姜醤油ラーメンね、はい、すごい気になるんですね。あの私もですね、はい、あの近くに、はい、まああのバスへといってはあのねあれですけども、あの中華料理屋さんに、はい、あと、はい、生姜醤油ラーメンがあるんです。うん、でそれをねいただいてて、あこれ夏場にもいいなと思って、美味しいなと思って食べてたんですけども、伊美さんのね、はい、ラーメンをね、その生姜醤油ラーメンねいただきたいと思ってますよ本当に。あ、うん、ありがとうございます。まあ、ぜひ今度また、うん、まあそこのおばちゃんがですね、王子にね、うん、これは元気が出るからね生姜はねって言うんですけど、あの、はい、うん、先ほどあのねあのメールにもありましたように。はい、まあ、違う方面からでもね、あのふにゃふにゃって言われてますので、まあ腰のあるねやっぱりあのラーメンはやっぱりね美味しいですからね。お引き取りください、はい、あのなんとなくこの、 あの王子の、 あのトークの流れが分かってきたと思いますけども、お引き取りくださいなんか喜んじゃってるの。あ、1時間に伸びたけど相変わらずなんだな相変わらずこれも一つのですね、あのね、いぎみさんのため の、 あの宣伝ですよあらもう ここで食いつくとは思わなかったんだけどな本当にいい、うん、まあ、やっぱりねお元気そうで何よりです。なんか王子もなんか今日は大事だし珍しく王子がタッチしてるそうそう、うん、なんかねその、この笑顔のね、が伝わるようなねその笑い声がね、あの王子も元気出ますよ、うん、はい、またよろしくお願いします、うん、ありがとうございます、うん、あのねこれ以上喋るとね、あの時間もしてですね、はい、どんどんそっちのあの方面のお話に入り込んできますのでそれ、はい、セクハラです。だいたいね、あの王子の持ち時間すごい短いですからゲストの方の時何喋るかわからないって言われてますんで、ね、今日もねあの王子 のトークをね喜んでいただいてね、今日本当にね王子も満足だわ本当に、今日もいいお話できてるもの、お黙り、うん、ありがとうございます。カーポイさんが出たセクハラっていうセクハラ、あの今セクハラ違うよね。あ、ヤンボーさんがいぎみさんではシークワーサー入りのそばやってませんかってちょっと聞いてるんですけれども、シークワーサーの方は、はい、あの一度ですね冷麺の方でちょっと試してみたんですけど、もうちょっと改良が必要かなと思って、はい、広島風冷麺もちょっと作りたいなと思っていろいろやってみたんですが、ちょっと難しかったので、またあのいいのができたら出したいなと思っています、はい、そうですね、なんかいろいろね、毎回研究されてね、限定ラーメンも本当になんかいろいろ変化があって楽しいですし、なんか、はい、あ前に食べたあれも美味しいなっていうのもたくさんありましたのでね、またぜひぜひ、ね、お邪魔したらぜひ行きたいと思います、はい、ぜひまたよろしくお願いします、はいはい、お待ちしてます。今度お邪魔するときは空港から直行したいと思いますね、もうそのままレンタカー借りて直行ですね、うん、そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日は沖縄県大宜味村からやんばるラーメンいぎみさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ご紹介します。はい、はい、お願いします。あら、まあ、またこのメールの方のね、お名前読むとドキドキしちゃうわ。はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、王子こんばんは、コンビニシャル推しの安さやかです。ありがとうございます。ありがとうございます。だいぶ血圧が上がってきちゃった、いつもポン出しではお世話になっており、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの王子がね、大好きなねポン出しがなかなか出ないのか寂しいんですけどね。うん、前あの、出しましたね。したね、あの放送には載ってないのかな。そうなんだよ、ね。放送では載りません。それ聞いてほしいんだけどね。残念でしたね、あの台風でね、あの本放送はちょっとね、台風のこの前の、あのウィークリーコンビニラジオでは。特別に出したんだ。あ、そうだね。だけど旧名古屋では流れません。あ、そうか、あれ旧名古屋じゃなかったでしたね。はい、旧名古屋では流れません。あれは金曜日でした。はい、今日は火曜日です。火曜日だね。はい、さて今日のお題はぜひともメールしようと思いました。私の会社の近くにイタリアンラーメンのお店があります。イタリアンラーメン、ラーメンなのにイタリアン。あら、例えば生ハムとフローマージュ、チーズが乗った塩ラーメンとか、リコピンたっぷりのトマト尽くしラーメンとか、もちろん普通の醤油ラーメンもあります。どれも本当に美味しいです。これ塩ラーメンの上に生ハムを乗せるってことは生ハムじゃなくなっちゃうってこと、あのボイルされちゃうってことか。ああ、そうか。ちょっとこの後のちょっと名古屋栄養で今、あのお話しますけども、名古屋にもそのイタリアンあります。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 ね。この隣のうざい男が。うざい。はい、うざいとか言わん。うざい男がお話しさせていただきます。ね、あとヤスさんがね、はい、場所は東京の市ヶ谷なので、お近くの方や近くにお立ち寄りの際は、ぜひ行ってみてください。ドゥエイタリアン、ホームページがあるそうなので、また検索していただきたいと思いますけども、ドゥエイタリアン。ドゥエイタリアン。なんかこういうネーミングでラーメン屋さんもね、なんかおしゃれな感じで、あの一緒になんかシャンパン飲まないと、まだシャンパン好きだね。ねえ、なんかね、ヤスさんとなるとシャンパンだね。なんかおしゃれじゃない、ね、なんかそんな感じがしますよ。おしゃれだけどね、味わうことはないの。え、シャンパンを味わうっていうのは、ね、まああんまりないですね。おだまり、なんかそのおしゃれな、その雰囲気がいいじゃないですか。おだまりね、まあ、これもね話すると長くなりますんで、ちょっとやめときますけど、はい、でこれもまあね、あのいろんなお店でね、のいろんなお話があるんですけど、今日はやめときます、うん、おだまり、はい、安さんありがとうございます。ありがとうございま す。ではメールいきますね。はい、旧名古屋の皆様こんばんは。こんばんは。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。今夜のテーマラーメン、お店で食べるラーメンもいいのですが、インスタントラーメンの袋麺が私は好きです。個人的に細麺の縮れ麺であれば、スープは醤油味、味噌味、豚骨、何でも OK です。最近はコンビニで冷凍のカット野菜を買ってきて、ラーメンと一緒に煮込んで野菜マシマシラーメンにしていただいております。一押しは地元徳島製粉の金ちゃんラーメンですね。普通に醤油味ですが、沖縄で絶大な人気を誇るカップ麺の金ちゃんヌードルに匹敵する美味しさです。ではでは、ということで、そうか、金ちゃんヌードルはあのカップ麺なんですけど、金ちゃんラーメンっていう袋麺のタイプがあるんですね。あの王子はね、野菜よくね、トッピングじゃないですけど入れるんですけど、あのボイルとか煮てある野菜と、こう炒めてある野菜っていうのがあると思うんですけど、大体味噌ラーメンの場合は炒めてあるのかな。そういったね、マシマシ、野菜マシマシみたいな時は、あのボイルの感じのような気がするんですけど、袋麺から作る時って炒めるのを乗せるっていうよりは一緒に煮込んじゃったりする方が多いですよね。で野菜そしたらたっぷり取れていいですよね。美味しいんですよ ね、あ、台湾里吉さんがツイキャスで、私ラーメンだけはここは美味しいよってみんなを連れていけない人です。それは先輩にここ最高って言われて、結構有名なお店だったけど全然美味しくなかったんです。やっぱり十人十色なんですよね。うちのかみさんは名古屋で有名な S のラーメンが大好きなんだそうです、ということです。あ、 S ね、 S のラーメンですね。
ね、まあそうでしょうね、こう皆さんがね、思うこうお好きなラーメンって多分違うと思いますし、うん、美味しいよって言っても、うん、ね、美味しいんですけど、なんか感じがなんていうのか、自分に合う合わないっていうのがあるじゃないですか、ね、うん、多分ね、うん、美味しいんだけど自分とは違うなっていう、ね、そういうパターンがね多いと思うんですけど ね、 ね、うん、S のラーメンの話が出たところで、はい、名古屋は栄養コーナー行きますか、はい、そうですね、はい、はい、名古屋は栄養コーナーです、はいはいはい、ラーメンということでですね、うん、今、サートピッチさんから S のラーメンということで、うん、私はピンときたのはやっぱりスガキヤラーメンですかね、うん、そうですね、うんうんうん、スガキヤですね、うん、あのサザンオールスターズの桑田佳祐さん、あ、大好物らしい、ね、大好物ですよね、あ、そうなんですか、ね、まあね、まあ、名古屋の人間ですって見たらね、もうあれは、うん、まあね、皆さん大好物かなと思っちゃうようなね、名古屋市民みんなそんな風に思っちゃいますけども、やっぱりね値段が安いですからね、うん、なんて言うんでしょう、一番初めに行くラーメン屋さんかなって思ったりします、うん、ね、小さいお子さんたちもね、行きやすいんですよ ね、 ね、うん、ね、よくこうスーパーなんかの、ね、あれなんていうの、フードコート、今はフードコートかな、まあ、今で言うところのフードコートですよ ね、 ね、入っててね、うんうん、友達同士で行ってもね、よく、うん、王子もね小さい時から食べてますよ、うん、ね、ラーメンですけど今ホームページ見たんですけども、うん、まあ、値上がりはしたんですけど、うん、それでも390円なんですよ、うん、390円ですよ、だって、うん、今のこのね、原料だからね、うん、で300円台ってなかなかないですよ ね、 そうですね、うん、税込み390円、でミニラーメンになると280円ですよ、うんうんうん、とっても、ね、安くて美味しい、うん、早いし、あ、そうそう、進撃のめいちゃんがね、スガキヤラーメンこの間3円で売ってました、248円でって、そう、あ、そう、うんうん、もちろんそのお店で食べる、ね、ラーメンもありますけれども、そう、スガキヤラーメン袋麺もありますし、うん、カップ麺もありますよね、袋麺っていうともどうしてもね、うん、本店の味が、あ、そう、うんうん、醤油味ですよね、まあ、本店の味、うん、醤油味ですけど、うん、あれ袋麺のスガキヤラーメンありますよね、うん、あれあります、うんうん、あります、あります、チェッカーズ無双さんが、はい、390円ウォンでもなくってウォンではないです、390円、名古屋ですから390円です、うん、ね、はい、そうだね、うん、まあでも大体ね、こうラーメンもですけれども、やっぱりね、一緒にソフトクリームやクリームぜんざいを一緒に食べるのが名古屋人ですけど ね、 う、まあ、うですね、うん、皆さん食べていらっしゃいますね、はい、もうそれがね、辛いのと甘いののバランスがまたいいんですよね、でもね、王子はね、はい、夏になると、スガキヤの冷やし中華はよく食べてますよ、そうそう、冷やし中華もね、うん、食べますよね、うん、だからね、そうそう、どこ、それこそね、先ほどの話じゃないですけど、うん、ね、どこの名店の冷やし中華よりか、スガキヤの冷やし中華が一番うまいと思ってますからね、王子は、なるほど、うん、なんかもう先に最初にそれ食べちゃうと、なんかそれがスタンダードみたいな感じになっちゃうところがありますよね、うん、なんかね、王子に合うんですよね、ちょっとね、うん、甘酢の感じが、うん、で、ね、マヨネーズかけるで、マヨネーズかけるマヨネーズなんですよ、で、ね、王子はね、そうそう、レモンが必ず1個ついてくるんですけど、はい、2つくださいって言うんですもらえるの、ちゃんともらえるの、もらえますよ、2つくださいって言ったら、はいってすごい、あ、うん、そうそう、チェッカーズ無双さんがね、マヨネーズってすごい驚いてるんですけど、はい、そうなんですよ、冷やし中華にマヨネーズつけるの、うん、かけるのって、うん、なんだ、東海地方だけ、そうなんですよ、あ、そうだね、なんかさっき言ってたね、嘘の件はやらないね、やっぱり、うんうん、そうなんですよ、あ、誠さんが初見です、誠です、よろしく、皆さん、はい、お願いいたします、はい、さーい、はい、たーい、うん、ということで、はい、よろしくお願いします。今のね、冷やし中華はね、マヨネーズ2袋、レモン2袋、2つって言ってほんとすぐなんかこうマシマシでね、そう、マシマシにするんですよね、あ、これね、本当にね、うん、大好きなんですよ、へ、本当に、うん、そう、あ、そうですね、先ほどなんか、はい、なんですか、イタリアンじゃなくて、なんかそんな話を、そのイタリアンに関してですけども、うんうん、まあ皆さん、まあ、今ツイキャスでも今つぶやかれてますけども、はい、なんといってもですね、ラーメンというと、はい、台湾ラーメンなんですね、うん、台湾ラーメン、
台湾でできたものでもないのに、うん、名古屋で作ったのに台湾ラーメンって言ってるんですけど、ねえ、うん、あれ、うん、あの語源は分かります？語源？うん、台湾ラーメン、うん、あれなんかねあるんだよね。でももう忘れてますね、うんうん、まあその時あの別に台湾の方ではないんですけども、うんうん、あの台湾とあのまあ国交がその時あったんですよね、日本がね、うんうん、まだ当時ね。でそれでまあ国交のある身近な外国ということで台湾がいいだろうということで台湾ラーメンになったという話、うんうんうん、まあ諸説いろいろあるんですけど、うんうん、一つの説としてそんなことがありますね、うんうん、でこの台湾ラーメンなんですけど、まあ、とにかく辛い、はい、うん、辛いですよ ね、 ね、とにかく辛いですね、うん、ひき肉に。あと私は、うん、三口かそこらしか食べれないですね、うん、あの普通のあれ感じの店のラーメンで、店のラーメンで、うんうん、まあ、要はあその先ほどの店のラーメンイタリアのことについて、うん、ちょっと、うん、あなたはよく詳しいですよね。詳しいというか あまりね、いろいろそのレベルのあれが、うん、あるじゃないですか、はい、うん、それよく知ってないんですよ。ただ一番辛いのっていうのだけは知ってるんですけど。そうなんですよ ね、うん、その台湾ラーメン、まあ有名なのが美仙という味、うん、味という字に千人の千と書いて美仙というんですけども、うんうんうん、そこがですねとても辛い台湾ラーメンをご提供していただいて、そこにですね台湾ラーメンイタリアンというと唐辛子が山盛りになるんですよね、うん、イタリアンね。でスープが真っ赤になりますね、うんうん、その逆がアメリカンなんですよね、うんうん、唐辛子が減ってマイルドになるという、うんうん、これがあの台湾ラーメンというものですので、うん、ね、これはですねぜひ辛いもの好きの方はぜひ、ね、名古屋に来たらぜひ、ね、食べていただきたいですね。台湾ラーメンって別に店のお店だけではなくて、うん、他のお店でも食べられますからね。いろいろな台湾ラーメンを名古屋でいただくのはなかなかいいんじゃないかなと思います、はい、台湾里吉さんが、ね、私のラジオネームは関係ありませんということであ、そうなのということでした。ということで、はい、名古屋は栄養コーナーでした、はい、キウナ名古ご紹介します。はい、はい、お願いします。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。テーマラーメン、麺類の中でもラーメンが一番好きですね。最近はなかなかラーメン屋に行く機会が少ないのですが、無性に食べたくなることもありますね、うん、よく行くのは横浜系経営のお店ですが、横浜家系だね、うん、家系のお店ですが、年のせいか最近は油少なめで注文することもあります。名古屋に住んでいた頃は富士一番ラーメンによく行っていた記憶があります。あ、富士一ね、うん、ここの台湾ラーメンも、あ、やっぱり書いてありますね、はい、台湾ラーメンも好きでした、うんうん、まあまあ有名なんですよね、この富士一番の台湾ラーメンも。ヤンバルラーメン伊木美さんにもいつか行ってみたいと思っています。本日の放送も楽しみにしていますということでございます。ありがとうございます。みんなね、今日のね、ラーメン皆さんこうね、たくさんメールをいただいてますけども、うん、一番食いついてるのはね、うん、伊木美さんのトークの中にもありましたけど、うんうんうん、なんかこの ふにゃふにゃラーメンっていうのがみんなあれじゃないのかな、今日耳に残っちゃってるんじゃないのかな、うん、困ったもんだ、困ったもんだ ねみんなね、想像力豊かだからね、うん、でこれも一番王子が勝手に想像して暴走してたんじゃないの違う、だからこれは、うん、ね、シュープリームさんも言われましたけども、メンタルでございますんで、ね、皆さんお間違いのメンタルでございますよ、うん、ね、お間違いないようにしていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、キウナ語の皆さんこんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。今日のゲストはクイズに強いラーメン伊木美さん、うん、あ、そうですね、どんなお話をされるのか楽しみです、うん、楽しいお話でした ね王子とのトークはね、特に
ね、あでも一応ね、なんか和気あいあいとしてって、あそうそうなんか、うん、って言って FMJG の新さんが珍しくアットホームな雰囲気って褒めてくださったんですよ、うん、ありがとうございます、ね、だから今日のね、あの王子のねトークの中には、うん、滑りは一切ないでしょ、ね、こういう楽しくね和気あいあいとお話をしてますので地獄を見るわよ、また出ちゃった、ラーメンといえば、初めて食べたインスタントラーメンは沖縄県産のおきこラーメンでした。おお、おきこラーメン、はいはい、あ、ありますね、ありますね、昔姉の旦那さんがおきこの工場で働いていたので、うん、割れて商品にならない袋に入っていないラーメンを段ボールの一箱をよく買ってきてくれました。あ、そういうちょっとなんていうの、まあね、あの企画外ですね、そうそうそう、うん、そうね、うん、チキンラーメンみたいなラーメンで生のままお菓子みたいに食べていました。とても美味しかったです。おお、ベビースターラーメンみたいな感じだね。ああ、はい、あ、なるほど。今ね、あのチキンラーメンのあのそういうなんていうの、うん、そのまま食べるお菓子にして食べるっていうのありますよね。あ、はい、あ、うん、ありますね、ありますね。うん、だからまあそれと同じ感覚ないよね。まあ、感覚っていうか一緒なんですよね。中華昔チキンラーメンバリバリに割って食べてましたよね。まあまあそうそう。辛いんだけどね。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。良いですか？どうぞ。はい、チェッカーズ無双さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、久方ぶりです。早くまたお祭りで乾杯したいです。もう乾杯したいですね。乾杯したい。うん、ラーメン大人になってから。ここで言う大人とは30代後半からを指します。なるほど、はい、ラーメンをお店に食べに行くということがない人生だったので、うん、お店のラーメン屋さん、え、ラーメン、これがラーメンという外国人的リアクションをしました。チェッカーズ無双です。おお、ラーメン美味しいな、でも本当に美味しいラーメン食べたことがないんだろうなと思いながら、ラーメン屋さんのチャーハンが好きです。チャーハン、美味しいラーメン屋さん行きたいです。いや、ありますよね、チャーハンの美味しいラーメン屋さん、結構ラーメンの味に豚骨と味噌以外あることも割とここ数年で知りました。つけ麺、何それ、何の技って感じです。ああ、確かにつけ麺本当最近出てきましたけど、最近ですよね。いや、でも本当つけ麺も美味しい店たくさんありますよね。あれ、あのこの、うん、ま、混ぜ麺っていうの、なんかあるじゃない。まあ、今は汁なしのね、汁なしのっていうか、あの汁の少ないのにつけるやつ、ね、だから今、うん、そういうのもたくさんね、ね、ありますけども、で今ね言われるようにね、うん、なんかねラーメン食べるかチャーハンのがうまそうっていう感じもある。いや、そういう時もあるんですよ ね、 いいですね。でもラーメン屋さんのチャーハンで、それあるんですよ、チャーハンの美味しい店あります、うん、あります、そういう時あるんですよ。はいはいはい、続いてですね、はい、お願いします、はい、沖縄大好きさんからです、はい、ありがとうございます。ダンサーさん、味噌肉蒸し席さん、滑り王子マスクマンさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、うん、味噌ラーメン、醤油ラーメン、どのラーメンも好きです、麺類好きなので、うん、麺好きです、うん、ラーメンエピソードを一つ、今日の夕方タケコの方でもメールで お話しした内容なのですが、うん、僕が高校生の頃に、クラスメート数名で即席ラーメンに合う調味料を夏休みの自由研究として提出しました。ほう、それぞれ調味料を選んで購入、柚子胡椒、岩塩、おろしにんにく、パスタ用のチーズ、それぞれ別々に分けて試食したのですが、パスタ用のチーズはあまりにもまずくて全員が同じ反応していました。ほう、結果的ににんにくと柚子胡椒、岩塩はぴったりでしたということでございます。なるほど、うん、あのね、うん、なかなかチーズね、王子もトライしたことないですね、チーズってね、うん、難しいですよね。チーズの入ったカップヌードルでしたっけ、あ、なんかありましたね、チリトマト、あ、はいはい、なんかそれにチーズ入ってなかったでしたっけ、なんか、いや多分入ってると思いますよ、うんうん、あとね、カレーラーメン、カレーになんかチーズが なんかあったかもしれない、うん、ありましたよね、うんうん、まあ、今現在もあるなのかわからないですけども、あんまり王子ね、チーズ嫌いではないですけども、うん、ラーメンに入ってるのはね、あんまり好んで頼んだことないですね。難しいですよね、うん、チーズの使い方っていうのは、うん、ね、先ほどのあのヤスさんがね、うん、ご紹介いただいたね、うん、もう本当にイタリアンの
まあ、どんな感じかちょっとね分からないですけども、うんうん、もうそういう感じならこのチーズ粉チーズなのかな、うん、がそこが合うのかは、うん、な合うんだろうなっていう気がするんですけど、なんかヤンキチさんが、はい、冷やし中華始めましたはあるのに冷やし中華終わりましたはなぜない。確かになんかスッと消えますよね、うん、まあそうでしょうね。なぜだろ う、ね、うん、メールじゃあ はい、いいですか、はい、進撃のめいちゃんからです。ありがとうございます。皆様こんばんは。こんばんは。土曜日から夏風邪でドクターストップがかかって寝込んでいました。大丈夫ですかね。本格的に明日から職場復帰、とりあえず一安心です。ということで、テーマラーメン、私の中でラーメンの一番美味しいトップ3ということで、うん、3位、あれこれなんだろう、辻堂、通堂、通うっていう字にね、堂、お堂の堂かなのラーメン男味、うんうん、2位、RBC 近くの元就のラーメン、ランチがめちゃくちゃ安い、多分当時より値段はちょっと上がってるかも。元就さんだな。なんかでも聞いたことありますよ名前。そして堂々の第1位はドラモン、お願いします。ドラモン、そんなのないのか。これなら何、いい、これいいよ、いきますよ。はい、茶壇の美浜にあるラーメン屋さん、はやて丸の白味噌ラーメンということで、一番うまいらしいよ、これが。で、必ず土日の夜は混雑しますので、平日がおすすめですということです。ということで、明日から気合い入れて頑張ってきますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、沖縄も結構、ね、もちろんそばも美味しいですけど、沖縄そばもラーメンも熱いですよね結構、うんうん、ね、そうだね。あ、めいちゃんの方が先ほどのラーメン店、トンドーのラーメン男味、トンドーっていうんですね。はい、そうか、通うっていう字でトンドーっていうんですね、うん、はい、失礼しました。トンドーの、トンドーのラーメン男味ですね、3位が、うんうん、はい、はい、ということです。あのね、やっぱりね、今ずっとね、あの皆さんの、ね、メールをね、こう読んでて思いましたけど、はい、スープもさることながらね、王子ね、あの必ず麺型にするんですよ、はい、うん、で、あの先ほどのスガキ屋のね、あの、うん、冷やし中華も麺型にして、うん、あの食べること多いんですけ ど、 なるほど、ね、やっぱりね、今日はね、どうしてもね、すべての今日の番組の中で通ずる話といえばね、うん、あのギネスさんの続きやすいですか、ラーメン、自分が飲みに行っているお店ではインスタントラーメンをアレンジして出してくれるよということで、お、すごい、お店でインスタントラーメンをアレンジして出してくれるんですって、あ、バーモントさんが沖縄、あ、女村の、近日そばでつけ麺風の沖縄そば食べたなって、うんうん、あ、そこそこ、うん、沖縄そばをつけ麺にアレンジするっていう、うんうん、はい、チェカズムクソーさんがバリ型バージンですと、ああ、針金っていうのもあります、ね、ありますね、うん、あ、うん、針金って本当硬そう、うん、そうだからね、あの、うん、あれなんだっけ、あの九州ラーメンなんだっけ、あの、うん、あっちの、あの、うん、ね、博多ラーメン、あ、そうですね、あ、ありますね、ありますよね、針金はもう粉落とすだけですもん、うんうん、そうそうそう、ね、まあ粉落とすとも言いますね、やっぱりね、うんうん、そうなんです、はい、はい、ということで、うん、はい、エンディングです。エンディングです、はい、来週のテーマはフリースペルナイト、あー、とうとう延期になっていた滑りナイトです。皆様のクレームお待ちしております。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、経営者様のお困りごと相談はディテールクリエイト、
社会保険労務士法人、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。埼玉の郷さんもありがとうございます、ありがとうございます。安さん、いぎみさんに行きたいって言っていますよ、うん、ありがとうございます。そして来週は滑りナイトです。みんな聞いてね。はい、ギネスさんもありがとうございます。来週もカッチカチやぞ。また来週。閉店ガラッ。どうぞ。はい、今週もねお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、ね、あのもう今日はこの辺でやめてね、王子はね、来週に向けてね、パワーをね蓄えますのでね、うん、でもね今日もねいいお話ができてね、王子、歓迎でございますよ。いやでも本当に毎回なんですけど時間が足りないですね、うん、そうだね、はい、ということで、あー、喋り足りない、はい、まだツイキャスも本当にありがとうございます、はい、リアクションいろいろしたかったな。